さあその松井がワンアウトから6回の裏登場であります。二塁打と先ほどは三振でありました。まあ、山本浩二さんは随分と指摘したのが、ボールを見逃し方というんですか、はいはいはい、見送り方、これが良くなったよと。そうですね、ステップをしてちょっとボールを追っていけますよね、キャッチャーの方まで、はい、これはね、ボールをそれだけ見る予定。見たたー行った、文句なし、炸裂ゴジラアーチ、同点。いや、実に強烈、打った瞬間、文句なし、東京ドームのライトスタンドに文字通り突き刺さりました。第10号です。いや、強烈ですね、これ本当に状態がいいんですね。いいですね、ストレートインサイドのも待ってしっかり振りますよね。はい、これは